あとなんかイメージ的にこのティガーさんもいっぱいいろんなものを作ってるイメージ、削ってるイメージがありますよね。もうストレートからトルピードから長いのから短いのから、なんかもうあの、はいはいはい、僕やっぱ最初やっぱあのカブトムシ使ってたんで。あ、そうですね、ちょっとまあ僕それデザインしてないですけど。いや、まあ、でも虫シリーズメーカー的にか、まあ、過去のを見ても結構勉強になるというか、あれですね、そうですね、はい。で、まあ、その図面ももちろんもらえたりとか見せてもらったりできるんで、ね、まあ、それ参考にしながらとか。いいですよね、はい、このカットだとこういう形感じなのかとかが分かりやすいというか、はいはいはい、参考にするものが、ね、ティガーはやっぱ持ってる量が多い気がするんですよ。いろんなの出してるじゃないですか、スタートから、まあ、過去から結構もやってて、はい、ね、そのだからあの鈴木武宏さんが 今年度っていうかから入って、はいはい、やっぱり、まあ、昔のカマキリっていうモデルが好きで、懐かしいカマキリそのモデルをちょっとこうベースに作ったりとかっていうのもあるんで、懐かしいですね、まあ、やっぱそういうところは僕も勉強させてもらいながら。あ、いいですよね、はい、それは、うん、そういうのあって、これ結構イキエちゃんの後ろからやっぱ入っとるっすね。もうこれギリギリのところ。あ、そうです、そうです。ボコから入らないともうダメなクリアランスでギリギリ攻めてるでしょ、これ。ここですよね、はい、ここはもういつもギリギリを攻めてますね。ギリギリ攻めてますよね。あ、こっちか、はい、この一番上、ここ後ろのね、ここら辺ですよね。そこをまずボコから入らないともう耐久ギリギリのとこでも、ここに刻みが欲しいっていうプレイヤーはこうなりますよね。そうですね、はい、でやっぱり日本人はやっぱ圧倒的に後ろ持つ人の方が多いと思うんですよ。うん、海外の選手は結構前持ったりとか、はい、そのチップ側持ったりする選手の方が、まあ、もういたり、はい、まあ、真ん中持つ選手、まあ、いろいろいると思うんですけど、日本人はやっぱりちょっと後ろを持つ傾向があって、まあ、これはまあ勝手な僕の印象ですけど。いや、でもこれは一応まっすぐの直線をカット入れてる、段差はないですよね。基本的に段差はないですね。こう初めからこう斜めにこう入ってるね、最大径のところまでで一直線になってるんですね、はいはいすね、はいはい、これでも角度が違いますもんね、前と後ろの刻みの。あ、まあそうですね、はい、まあそんな感じで。でもなんかいい感じですね、あの、刻みのかかるかからないの代わりが少なそう。あ、まあそうですね、はい、あの本人自体があんまりカットが強くいいのが好きじゃない。やっぱりこう最初に持った時とその、はい、結構投げて回数重ねてカットがちょっと削れてくるじゃないですか、はい、それがの差があんまりないぐらいがちょうどいいっていう感じになってるんで、ちょっとなだらかな、確かに角度つけてますもんね。はい、でもすごい僕は好きですね、この、うん、オーソドックスなリングカットね。そうですね、でちょっとこのカットのところが最初は普通にまっすぐ落としてるんじゃなくてちょっと斜めに落としてるんで、うん、ここのカットのここの部分かな、はい、が斜めに落としてるんで、はい、あんまり引っかかりづらいというか。そうですね、測りがちょっと角度をつけてくれてるから押し出す感がちょっとつくというか。そうですね、確かに、うん、いいですね、この角度のね、なだらかにすることによって、うん、まあでも今はもうここね、なんかさっきもう SDAR2 限定のやつとかだったらかっこいいですもんね。ここに色が入るだけでもやっぱかっこいいですもんね。もう そうですね、はい、色が青かな、青の色が入ってるんで、まあ S ダーツ限定の色もありますね。はい、なんか見たらこのシルバーのやつで見たらなんか昔なんかありそうな、本当最初の頃のティガのバレルっぽいですよね。このほらこの三角形とかの刻みがなければ、まあまあそうですね、はい、シンプルなリング型でなんか昔ありそうな感じだったな、うん、なんかすごい気がさが出てる。本人がそんなにこうあのシンプルというかそんなに複雑な葛藤が多分好んでないような感じはしますけどね。もうビシビシ伝わってきますね、この刻みを見ればシンプルなのが好きですって言ってるような感じしますもんね。まあまあそうですね、はあ、